維新の三欠は、倒幕、維新に尽力した、獅子の最後隆高森、大久保利道、木戸高吉の三人を指す。木戸高吉の命日は1877年5月26日で、京都で病没。最後高森の命日は1877年9月24日で、鹿児島で戦没。大久保利道の命日は1878年5月14日で、 東京の清井坂の辺にて倒れた。明治十年前後に時期を同じくして死去している。三人の死後間もない千八百七十八年十一月には、すでに、大久保、木戸、西郷の電気をまとめた、岩村義太郎編、広告三欠電が刊行されている。千八百八十四年三月間、山秋幸と、維新玄君十結論には、西郷隆盛君のごときは木戸、 大久保の二君と相並びて一時は明治の三傑とも称せられの記載があり、1892年11月間の内山正史序編、維新玄君三傑四文集では西号、木戸、大久保について、毛出し明治復古の工業遺跡は首として三子の中世に出つゆえに予称して明治維新の三傑というと解説している。一方、江下の文、 薩長幕三欠伝が三欠を、西郷、大村益次郎、勝海舟としたような一説もあった。また前日の、維新元君実決論は、実決として三欠に続けて、江藤新平、横井小南、大村益次郎、小松建脇、前原一世、広沢沙根岩倉智美を挙げている。この三欠の遺族のうち、木戸の養子、昌次郎と大久保の長男、都和は、 大名、久家以外の出身者としてはただに矢のみ、家族令発布当初より、公爵に列せられた。1879年には、維新の公を称し、先に没した木戸、大久保の遺族と共に、維新の実血の一人である、広沢實江の広沢家は家族に列せられた。当時の家族は、旧藩主特下に限定されており、家族令制定以前に、 この三例を除いて氏族から家族に上ることはなかった。1884年、着死の金次郎に白尺が授けられた。早く倒れた、広沢の名は今日では三欠に比べて、影が薄いものの、当時は死して直木度に準ずる意見を受けていたことが、伺われる。ちなみに、発布当時に残る更新の筆頭閣として、政府の権制を握っていた、伊藤博文。 山形有友、黒田清太からはいずれも白尺であり、まだ二十代前半で、何の実績もない木戸翔二郎と、大久保敏和に対し、あえて自分たちより、格上の公尺で偶意したことになる。西郷は、西南戦争により、逆賊扱いとされたが、明治二十二年二月十一日に、地脱されていた肖像位を追贈されて、名誉回復が行われた。1九百二年、 西郷の維持虎太郎が流星の維新の孔で公尺に除され家族に列した。徳富祖父が生涯をかけた大著近世日本国民史最終巻に三者を論じた明治三欠がある。ありがとうございます。